はい、皆さんこんばんは、マックスです。はい、今日もアクセルの散歩に出てまいりました。多分ね、日にち的にまた寒さ的に、本年最後のウォーキングになるのかなと思うんですが、まあ、ウォーキングというか散歩ですね。なぜ寒いですね。現在、今、7度だそうです。ということで、少し厚着をして出てきたんですが、まあ、それでも一歩表出たら、冷たさと痛さですね。なんか手先が、痛むような、そんな寒さです。さて、アクセルの散歩ということで、まあ、毎度毎度の同じコースになるとことになるんですけれど、これから三軒茶屋方面に向かって、歩いていきたいと思います。ちなみにですね、ここのとこずっとアクションカメラをですね、いろいろ試してまいりましたが、今日は、安定安心のDJI オズモポケット、こちらを持ってね、撮影しています。さて、いつもの通り、世田谷観音様に、ご祈祷を済ませ、散歩の安全、祈願いたしました。いやー、こうやって見るとやはり、明るく綺麗に撮れる DJI ポケット3、2023年の一番のね、自分にとって、使いやすいカメラであったと思います。これはね、末永く使っていきたいと思いますが、一眼レフとかもね、これから使っていきたいカメラもありますので、うまく取り混ぜながら、新年またね、撮影に頑張りたいと思います。はい、ということで、今日散歩に出てきたのは他でもないんですが、昨日ですね、ちょっと板橋に住む友人のところへ朝食でも食べようということで、車を走らせてね、行ったんですが、でその友人がね、引っ越したばかりで住所が変わってまして、ナビでね、行ったんですが、ちょっとね、その自宅の前を通り過ぎてしまったために、U ターンしようかと思ったんですが、 U ターンもできなかったので、ナビに、任せて、走っていたらですね、本当軽自動車1台がやっと通れるような道にどん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 入っていってしまってね、で挙句にはあの T 字路というんですかね、 T 路地かな、そこへもうね、曲がらなきゃいけないことになって、もうあの車で、曲がるのはほぼ不可能だったんですけど、バックもできないということで、幸い後ろから車がね、来ることもなかったので、まあ、何遍も切り返しして、車をこすらないように T 字路を、ね、右折したんですけれど、その際にもうやむを得なかったんですけどね、もう絶対その車の左前を、ボディをこするか、それか、ボディの右側を後方をねこするか、そのどっちかだったんですけど、結局、右リアですねのアルミホイル、これを縁石にね、こすって、15センチから20センチぐらい、傷が入ってしまったと。まあこれが、ね、1年2年乗った車だったらいいんですが、10月に納車されて、しかも3日前に、ディーラーで
スタッドレスタイヤに履き替えたということで、そのスタッドレスタイヤに、新しいですねホイール、これをつけたんで、実はその擦ったタイヤというのは、わずかつけて、3日で、新品のタイヤを傷つけてしまったということで、それでもうテンションだだ下がりで、朝食どころじゃなかったんですが、まあなんとかね気持ちを切り替え、帰り道、ディーラーに電話して相談をして、まあカクカクしかじかこういうことで車に傷をつけてしまったんですって言ったら、はい、すぐ来てくださいということで、こちらがちょっとねあまりに大げさだったんで、結構損傷が大きいのかと思って、らっしゃったんですが、まあ僕にとっては大きいことなんですけど、まあその傷を見てああということで、タッチペイントで、その傷ついたところをですね、処理してもらって、上手に直してもらったので、まあこれでだいぶ気分の方は、晴れたんですが、まあそんなこともあって、今日家で、もやもやしているよりは、アクセルを連れて、散歩に行って体を動かそうと、いうことで出てまいりました。要は車をぶつけて病んでいますというお話です。はい、まあそんな病んでいる状況でありますが、昨年のね、11月に、このアクセルが我が家にやってきて、我が家の空気がコロッと変わって、面倒を見て世話をし、結局ただそれが可愛くて、癒しをもらってるということで、本当にね、昨年から、うちへやってきて1年が経ちましたが、本当に、アクセルが我が家にやってきてくれてよかったと思ってます。あれ、なんか嫌な予感がするんだけど、あ、ドアが閉まっているのか。そんな予感はしてた。どうぞアクセルかも入っちゃってください。読まれてるんですか。そう、なんとなくそんな気がしてた。寒い中ありがとうございます。いいえ、すいません。今日何もお構いできないんですけど。あ、いいんです。うん、顔を見に来ただけなんで。嘘です。よく見てて。嘘です。嘘かい。アクセル、メリクリ。あ、そっか、そういうことか。メリクリなんですね。クリクリだって。クリクリ。はい、ということでケンタさんのお店にやってきました。続々とお客さんがクリスマスの料理を取りにやってきます。さあ、今年も12月23日クリスマスイブも終了し、平和な日々です。無事終わりました。よかったです。ではでは、あら、ありがとうございました。よかった、ちらっと顔を見に来ることができて。いや、こちらも安心するのかも。ね、28日までだとちょっと長いもんね。やっぱ寒いの嫌なんだ。頑張って歩けよって。はい、ということで今日はちょっと早めですけど、ちょっと退散しましょう。ありがとうございました。冷たいもんね。あ、そうだそうだ。あ、びっくりした。
やった公開されるの、うん、もらった俺もなんか体裁悪いで、そう一応あの仕入れじゃない、売り上げ立てないと税務署うるさいからね世田谷税務署いやごめんなさい、どうもどうもどうも、おやすみなさい、さよなら、バイバイって、よし、あ、2回押してくださいじゃ、真ん中です、はい、着きました、ありがとうございます、どうもさよなら、あ、踏んじゃった踏んだ、さよなら、いやいやいや、びっくりしたびっくりした、そうか、世の中は今日クリスマスだったんですね、知りませんでした。さあということで今日は12月23日クリスマスイブだったというわけですね。なるほど、クリスマスイブっていうのは人手が少ないんですね。さあということで、今日も健太さんのところへ行ってまいりましたが、先ほどねちょっと話していて、年内もう一日、お伺いすることになりそうですということで、動画的に締めようかどうか思っていたんですけれど、もう一回あるということで、とりあえず年内もう一回、動画アップさせていただくことになりそうです。皆さん良いクリスマスを、そして良い年をお迎えください。次の動画でお会いいたしましょう。それではでは。